皆さんこんこにちは伊藤塾の清水介です本日は2011年度の合格目標行政書士合格講座ウェブ一括配信コースの開始につきまして少し私の方から自己紹介させてもらえたらなというふうに思いますよろしくお願いいたします、うん、合格講座ウェブ一括配信コースなんですけれども、まあ、本当に長期にわたって勉強できるような形で設定はしております 時間というのは、ね、あのとてもやっぱり受験生にとっては大事なものでしてちょうど今、えー、現在ですけれども、まあ、2020年度の、ね、行政処理試験の まあ、夏季直前というようなさなかです私もカウンセリングを月に何回か受講生の方たちとやっておりますけれども今やっぱり大半多いのはもう時間がないどうしたらいいですかっていうようなお悩みがまあほとんどかなというふうに思いますそういった意味では、まあ、2021年度のね試験を目指すのでまだ時間あるっていうふうに思うかもしれませんがやっぱり時間とても大切になりますのでなるべく早いうちから勉強をスタートしてですね ぜひ、充実した、えー、まあ時間も含めて充実した、ね、受験生活を送っていただきたいなというふうには思っております。えー、自己紹介ですけれども、少しパワーポイントの方も準備しておりますので、えー、少し紹介させてもらえたらと思いますが、えー、私、1975年生まれ、まあ、別に生まれた年なんてどうでもいいんですけれども、2003年から伊藤塾で行政処置試験対策講座を、えー、まあスタート、講義をスタートしております。 まあその前も少し別のところでやってはいたんですけれども、伊藤塾の方で行政書士の講座が始まりますよということで、まあ、ほとんどまあその初期から携わって、現在に至るということになっております。また、試験対策の講義の方もやってきてはいるんですけれども、伊藤塾では合格後を考えるということで、実務講座等も実際にございます。 またコスモス会ということで、OB、OG 会とかもございますので、私自身もやはり実務をということで、2015年のところで行政書士の登録もしております、今現在では、伊藤塾の行政書士試験で、教団に立っておりますが、それ以外のところでも、行政書士としても、東京都行政書士会の方でも、本会の方で委員の方を務めさせていただいておりますし、また大学の方でも非常勤講師という形で、行政書士について、レクチャーをしております。 著作としては皆さんの中には知ってるって方もいらっしゃるかもしれませんが日本経済新聞出版の方から、まあ、受かる行政書士のシリーズですよね総合テキストというのは実は今回のこの合格講座ウェブ一、ね、括配信コースの合格講座のテキストそれをベースにして受かる行政書士の総合テキストというものも作りましてまた、まあ、そういった形で合格講座の中で積み上げてきた まあ各種図表とかを使って記憶のための書籍である必修項目なんていうのも毎年出版の方をさせてもらっております。また過去にはね勉強法の王道ということで、まあ、伊藤塾長と共とに勉強法についても少し書籍の方を出版しました。というわけで、まあ、簡単ではあるんですが私の自己紹介、まあ、こういった略歴を歩んでいるということを知ってもらえたらなというふうには思います。 さてこれから受験勉強をするということなので少しだけ私の方からまあ抽象的な話ではあるんですけれどもまあこの先こういうふうにしていっていただきたいなというような思いをお話ししておきますとこれ私の行動準則というふうに言えてるんですが私自身がまあこの自分自身の人生の中でこうあるべきだなというふうに思って日頃から心がけようと思っている5つの行動準則というものはございます。 受験生にもとても役に立つんではないかなというふうに自分自身を思っておりますので紹介の方をさせてくださいまず1つ目ですけれども現実を見ろということでねまずはやっぱり妄想をするなというふうに一応反対の言葉を書くと分かりやすいかなと思ったので一緒に励ましたがまずはやはりしっかりと今の自分自身というものを見つめるということですね足りないところは足りないで別に構わないそれもきちんと受け入れるということで現実を見ると。 それから現実を見ても決して絶望はしずるなと希望を持っていこうと前向きにポジティブにやっていこうとそれからどうしても人間ですから感情というものはありますがまあ感情に流されるとただ失敗することがありますそういった意味では理性的であろうとまあ人間は感情を当然持っているんですけれどそれとともに人間は理性というものも持ちうるそういった生き物であるというふうに思っております えー、感情をなくすということはできないけれども感情を抑えるという意味において、まあ、理性はとても大切なものかなというふうに思います。それから、えー、考えろろろ調べろ勉強しろというような形で入れてありますけれども、まあ、やはり自分の頭で考える自分自身できちんと調べるそれから勉強を怠らないこれは別に、えー、受験生の間だけではなくて、まあえー、講師の立場に立ってもそうですし、まあ、ある意味 社会人であれば勉強しなくていいというわけではなくて常に勉強の連続なのかなというふうには思っております、まあ、反対の言葉で他者に解決を委ねるなというふうに入れてありますけれどもどうしても他者に解決を委ねるとね楽なところはあるかというふうに思いますけれどもやはり自分自身の頭でやっていくっていうことが大事なことかというふうには思います決して甘えないということですよね でまあ、甘えないというふうに言いましたけれども自分を高めることに専念する他者の甘さに期待するな他の存在を妬ましく思うなとそれが反対の言葉として、まあ、反対の概念としてね入れてありますけれどもこのような形で常にですが自分の行動純粋、まあ、反対概念、まあ、反対概念の否定というふうに言った方がいいかなを持ち出すとより分かりやすいかということで。 紹介させていただきます受験生にとってもやはりこれ大事なところかなというふうに思います現実を見る希望を持つ理性的であるから考え調べ勉強するとそれから他者のことは別にどうでもいいです自分を高めることに専念する他者に解決を委ねない他者の甘さに期待しないということですねさて それから最後になります、本当に今日は簡単な紹介動画という形になりますので、成功するために大切なことは何かというのを紹介しておきたいと思います。まず、これは私自身が試験合格もそうだし、それからより感じたのが行政書士登録をしてから感じたことではありますけれども、どうしたら成功するのかな、特にまあ行政書士登録した後に感じたという話をしましたけれども、 えどうしたら成功するのかなっていうのはやっぱりなかなか難しいんですよね自分が新しい業界に入ってえ事業をスタートしていくとでえ成功は当然したいんだけれども成功するすべっていうのが実はなかなかわからない、えー、受験の方がねはっきり言うとまあ何倍も優しいなっていうふうに思いましたっていうのはなぜかっていったら まあこういった受験指導校とかで成功する道筋っていうのを教えてくれるところがあります。そういった意味では実務に入って一番最初に思ったことってどうしたら実際に授業って成功するのかなっていうところでした。で、まあその中でなんだっていうことで結果的に答えは簡単だったなって気づいたことなんですけれどもこういうことだったんですね。で、それは何かって言ったらまずは 自自分自身で成功する道を切り開いていくってくそれはもちろんかっこいいんだけどもやっぱりなかなかそれをするためには何回も失敗を重ねていかなきゃいけないわけですだとしたらまずはあこの人人すすごいなっていなううふうに思える人を探すあこの成功という言葉は決して売り上げとかそういった言葉だけそういったものだけではなくてね、まあ、自分自身がリスペクトできる尊敬できるこの人すごいなっていうふうに思う人を探すでその人みたいになりたいな っって思ったらその人に支持するもちろん支持するっていうのは、まあ、それこそ、えー、受験指導とかだったら、まあ、ある意味、えー、受験受講料というものを支払って支持することはできるかもしれませんが、まあ、そういった意味では簡単ではあると思うんですけれども、えー、人間関係の中で支持するってことになるとやっぱりそれは信頼関係というものを築いてで信頼関係を築いた上で、えー、きちんと自分自身というものを知ってもらってで その上でお前だったら弟子してはいいよっていうような感じに持っていかなければいけないわけですそういった意味でこの2つ目その人に支持する、まあ、これが一番大事なポイントだというふうに思うんですけれども支持するというのは決して人間関係を別にするっていうふうに考えると優しいことではなくて一番大変なことなのかなというふうに思います人からの信頼を勝ち取るっていうのはとても大切なことなんですけれどもとても大変なことでもありますで 指示することができたら最後にはあとはもうその人を真似るということですその人の言っていることを信じて自分自身が実行していくそうすれば成功の道っていうものを後からあれからでに気づいてくれた自分の師匠が築いてくれた成功への道っていうものを歩いていくだけなのでまあ簡単という言い方は良くないんですけれども自分自身で間違えしながらいろんなものを探していくよりかは まあここの部分ですけれども短期間で成功にたどり着くことができるかなというふうに思っておりますでこれを入れたのはなぜかっていったらまあ紹介した方はなぜかっていったらまあこのタイトルに言えましたけれどもやっぱり試験合格するためにもやっぱりこれは一番最短なんだなっていうふうに思いますですから長年受験指導をやってきました自分自身で受験指導に関してはまあ多くの道を切り開いてきたかなっていうふうに思いますでそれをついてきてくれた まあえー、教えた子たちがいてでまあそういった意味では、まあ、その自分自身がその受験指導行政書士の受験指導というところでは道を開いてきた立場だとは思いますけれども自分自身が新しい業界に入った時にさて道をっていうふうに思った時に道の切り開き方も分かんないっていうふうになった時に。 やっぱりどうしたらいいのかなっていうことでルートを見つけた時には見つける方法として最終的に何年も悩んで悩んだけれどもうまくできなくて最終的に見つけてで見つけてなんだこんな簡単な方法だったのかっていうふうに思ったのがやっぱり師匠を探すすとこだったんですねえー試験合格にとっても同じなのかなっていうふうには思います。試験合格にとってもやはり皆さん自身が あこの人について学んでいきたいというふうに思える人を見つけてその人のもとでぜひ頑張っていただきたいというふうに思っておりますもちろんもし私を選んでくれたんだったらそれは嬉しいんですけれどもねただ誰を選ぶにしたとしてもその人を信じて自分が選んだ人を信じてねしっかりとその人の言葉を信じてついていっていただきたいというふうに思いますそれが試験合格に、まあ、短期間で成功するためにね 試験合格するための近道なのかなというふうに思いますので参考にしてもらえたらなと思います本日は講師紹介動画ということでね本当に簡単ではありましたけれども私の紹介自己紹介の方をさせていただきました最後までお聴きくださりありがとうございました